今日は垂れ目で、あ、こんにちは、さゆです。今日は垂れ目メイクのプロセスを、あ、間違えた。こんにちは、さゆです。今日はまん丸お目目のメイクプロセスをします。ぜひ最後まで見てください。ぜひ最後まで見てください。ベースと眉毛はやってある状態なので、ここからやっていきます。まずはじめにこちらの一番上のハイライトカラーを、まぶた全体に塗っていきます。次に、こちらのピンクベージュのカラーを二重幅より少し広めに入れていきます。このカラーはとっても肌なじみのいい色で、薄付きなのでナチュラルメイクにすごい向いてるかなと思います。そしたら下まぶたに移って、ハイライトカラーとザクザクのラメをジップにとって涙袋のところに入れていきます。さら次にブラウンカラーを目尻3分の1に入れていきます。私の目はもともとがつり目なので、ここに暗いブラウンを入れて影を作ってつり目をカバーしていきます。そしたら次にアイラインを引いていきます。今回はペンシルアイライナーを使ってふんわりとぼかしながら描いてみました。丸目に仕上げたいので黒目の中央部分が一番太くなるように引いていきます。アイシャドウの一番濃い色を使って先ほど引いたアイライナーをぼかしていきます。そしたらラメを指にとって目の中央部分に優しくポンポンポンとのせていきます。こうすることで中央部分が一番高く丸く乳流になります。今回は上まつげはつけまをつけるのでビューラーだけ上げておきます。下まつげは、マスカラ下地をたっぷり塗っておきます。その後マスカラを塗っていきます。今回はブラウンマスカラを使いました。丸目に仕上げたいので中央部分が一番濃くなるようにたっぷりつけていきます。そしたらつけまをつけていきます。今回は中央部分が一番長くなった丸目用のつけまつげをつけました。そしたらハイライトを入れていきます。いつも通り T ゾーンと目の下と入れていきます。そしたらチークに移って全体の色を筆でくるくるっと混ぜて、笑ったところの高くなる部分に丸くのせていきます。そしたらリップに移って、ピンクリップを唇全体に塗っていきます。そして内側だけ少し濃いめのピンクを重ねてグラデーションっぽく仕上げます。はい、丸目メイクの完成です。最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。さやでした。バイバーイ。